皆さん、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。お元気でお過ごしでしょうか。今日ですね、いつもの午後のちょっとね、おやつの時間帯からですね、午前中に移行させていただいて、爽やかにお送りできたらなと思っております。では、毎度毎度毎度のオープニング曲はい、ね。あやこさん、ごめんなさい。はい。今ね、お顔の頭の方が切れてしまってるんで、あら。少し起こしていただきます。あ、起こすのかな。い、では始めたいと思います。オープニングとエンディングはですね、決まっております。この曲、私のオリジナル曲なんですけど、ドキドキという曲です。ぜひね、皆さんとリアルでお会いした際に一緒に歌いたいと思いまして、覚えていただこうと思いまして、毎回やっております。皆さんで、ね、ミュートにしていただいて、一緒に思いっきり歌っていただきたいと思います。では、ドキドキからスタートです。雪。
心臓がバクバクしますね。先週は面白かったですね。やってる途中で、ネットダウン してしまってですね、桃色吐息歌ってる時に、なんかこう女の魔力で ネットが落ちたんじゃないかっていう風にですね、笑ってしまいましたけれども、今日はですね、ちょっとですね、2曲目、皆さんにちょっと決めていただきたいなと思います。ちょっとね、今日2曲、私の独断と偏見で用意してきたんですけど、パプリカか365日の紙飛行機、マーチじゃなかったね、シーアワスバーみたいなね、そっちじゃなかったね。これとこれどっちがいいですかということなんですけど、どうしようかな。なんか、なんか、はいとか声出してもらってもいいし、の方が私にとっては一番わかるんですけど、拍手とかね、そういうので反応してもらえてもいいかなと思うんですけど、北谷さんと原さん、ちょっとサポートしてもらってもいいですか？しましょうか。でも、あれ、映像が見えないから手を挙げてもらってもわからない。そうだよね。やっぱじゃあ、みたいな、こう、声出してもらうのがやっぱ一番いいかな。そうですね。声の大きさで決めましょそうしましょう。はい。う。じゃ皆さんですね、入国誰会かの場大きな声が。そしたらもうそれ勝っちゃうから、もうしょうがない。しょうがない。もう勝ち負けはもう非常ですね。はい。はい。では、パプリカがいい人。はーい。はーい。ありがとうございます。連打してる人がいます。よし。では、365日の紙飛行機がいい人。ははい。どうしよちゃんとこの参加者のところから手を挙げてる、触れてる人もいます。そういうのもできるんですね。なるほどね。そうなんですよ。みんながそれをできるかというと、あれ。そうですね。どっちも聞きたいどです。っちも聞きたいですか？そうですか。じゃあ、強しょう力がなない手い。そうが。だね。じゃあ、一曲先にやって、後でもう、ね、後でやるか。時ね。間が。そうしましょう。もし、時間があったらね。じゃあ、先に、どうする？ それ優柔不断だな、私。どっちだったですかね、北西さんね。北谷さん、どっどっちちが多がかった？多かったと思う？パプリカの方が多かったかなっていパプう。リカか。っていうか、声が大きかった。そうだね。中村さん何回も言ったし。そうだね。じゃあ、パプリカやってみますかね。ちょっと先に言っときます。おばちゃんがやるのでですね、ちょっとこう、もたついちゃってるパプリカになっちゃうかもしれませんけど。皆さんの場所で、ぜひね、ノリノリで、ご参加いただきたいと思います。では、いきます。パプリカでーす。影が
ですね、出てきていただきますのは、出てきていただく、なんかちょっとこうご登場いただきますのはですね、柿島光晴さんです。どうも柿島でございます。おはようございます。おはようございます。お忙しい中ありがとうございます。いえいえ、もうすごいですね、うん、パプリカやりきったって感じがします、ね、やりきったじゃああとは寝てるから柿をいやいやいや、もう僕にはできませんあんな引き当たりなんで。いえ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 、そう、柿島さんとはですね、たびたび登場していただいてですね、ちょっと私の話し相手とかね、はい、いろいろしていただいたりしてるんですけども、このミラクルテレビに誘っていただいたのその以前からですね、つながりがありまして、ダイアログインザダークというところで、私たちアテンドをしているわけなんですよね。はい。で、その通りです。はい、大丈夫ですよね。はい。はい、ここまで合ってますよね。はい、間違いありません。頭ぼーっとしてるからさ。そう。で、このイベントというかですね、エンターテインメントはですね、暗闇の空間の中をですね、私たち、視覚障害者が、ガイド役となってですね、でもね、この右に見えますのはとかじゃなくてですね、そういうそのガイドの仕方ではないんですね、皆さんのに寄り添いつつ、皆さんの感覚を開きつつ、まあ、一緒にね楽しみながら、対話を進めていこうというね、そういう、エンターテインメントなんでございます。大丈夫でしょうか。間違いありません。間違いない。そうで、まあ柿島さんとかね、大石さんとかね、ちょっとまあそうやってこう固い感じで呼び合っているとですね、なんかこう違う人みたいに感じるので、私たち、ダイアログの仲間同士ではですね、ニックネームで呼び合っているわけなんですね。で、私のニックネームははーちゃんと言います、ね、これはね、高校の時の先輩がつけてくれた芸名から来ているわけなんですけどね、まあ、詳しくはまたおいおい話しますけれども、なのではーちゃんと呼んでいただいてお気軽に。で、柿島さんのニックネームは何でしょう。はい、僕は柿島の柿を取ってカッキーというニックネームでやっております。ああ、柿島の柿を取って島じゃないんだね。島じゃ、シンマーにあるってちょっと語呂も悪いかなと。そう、なんかこうちょっと柿らしくないよね。そうですね。ちょっとこうふにゃっとした感じがするので、うんうん、やっぱカッキーがいいな、うん、これは なんでこういうニックネームにしたの。これ僕ですね、小学校の頃から実はカッキーっていうあだ名なんですよ。あ、そうなんだ。そうで、なんかこうひねるのも嫌かなと思って、ストレートに覚えてもらえる名前はこれがカッキーが一番いいかなと思ってしてました。なるほどね。はい。なんかいいよね、子供の頃からそのみんなから親しまれて呼ばれているニックネームがあるっていいね、うん、自分自身もよりなんか童心に帰った気がしますね、カッキーって呼ばれると。ああ、いいよね、うん、私ね、なんか私はまあ小さい頃からまああやちゃん、あやちゃんとかあやこちゃんとか言われてたんで、うん、まあ、まあ全然はあちゃんとは関係ないんだけども、うん、なんかねこう違ったニックネームが欲しいなと思ってたところでね、今日チャット機能があるので、うん、新たなニックネーム募集してみますか。そうですね、あぜひお願いします。暇な方がいらっしゃったら、はい、チャットにはーちゃんの新しいニックネーム、はい、私のニックネーム
ームを採用されるかは分かりません、ね、そうそうそう、うん、気が向いたら気が向いたら、うん、あの使わせていただきたいなと思うんで、気が向いたら考えていただけたらなと思います。はい、うん、でカッキーはいつからダイアログにかかってるの？はい、僕はですね12年から。お、12年から、はい、もう8年経ちますね。おー、すごーい、8年ですか。はい、年ですよ。なんかあっという間の8年でしたね。きっかけは何だったんですか、このダイアログ。もともと、すでに働いていたスタッフの人が友達で、うん、で、まあ、こういうイベントやってるから来てみないっていうことを誘われて、お客さんとして2012年の7月に、うん、お客さんとして体験したというのが最初ですね。ああ、なるほど。はい、で、あの、僕やりますみたいな感じで。そうそう。まあ、普段僕はこう全盲なので、うん、真っ暗闇に入っても変わらないだろうなって思ってたわけですよ。はいはい。で、まあ、体験して、あ、よかったですって言って、帰っていこうかと思ったんですけど、うんうん、ね、たまたまそこに、うん、まあ、他の、今日初めて会ったっていう、他の5人のお客さんがいて、計僕合わせて6人で体験をしたんですね。うんうん、で他の方々は皆さん目が見える人。はいはい。で親子もいたし、一人で参加した方も3人ぐらいいて。うん、ああ。その人たちが暗闇をどんどんこう進んでいくと、まあ、声掛け合うしかないので、声をどんどん掛け合うわけじゃないですか。うん、でちょっと橋があるよとか、足元ちょっとデコボコしてるよとかいう感じで、みんなで声掛け合ってるうちに、うん、周りの人たちがどんどん仲良くなっていくんですよね。おー、なるほど。うん、うんうんうん。でもう半ば過ぎたぐらいのところってもうなんか家族のような感じで、すごいみんなニックネームで呼び合いますから、余計それ拍車がかかって。そうだよね、童心に帰っちゃうよね。そうそう。でこの心の変化っていうのはすごい面白いなって思ったんですよ。うん、なるほどね。うん、で僕もこういった人の心の変化に携わりたいなって思ったのがきっかけで、すぐに履歴書を送った次第でございます。へえ、あ、そうだったんだ。そうなんですよ。じゃあこうグッと来て、グッと来ましたね。グッと来てポンと入っちゃったね。グッと来てポンと来てシャッと入りました、ね、シャッと入ったなるほどね、はい、そうか。いやでもすごいわかるな、その心の変化、うん、うん、にそのなんだろうこれはっていうふうにこう思って、でそこから、あ、携わりたいっていうふうに思ったっていうのはね、まあ、私もすごく共通してるところです。うん、あ、はあちゃんもそうですか。はい、うん、私はまあ、そういうのもあったんだけど、まあ、それプラスその自分はねずっと全盲なので、あの、うん、見るっていうことにすごい憧れを持ってたんだよね。どんな感じかなみたいな。だけどそのお客さんのこう様子を見て、あ、なんで私全然そので、で明るくなった暗くなったもわからない、普通のところで、まあお客さんは見えてて、でも見る人なんだけど、なんかこう、あれ、どこが違うのみたいな、なんで怖がってるの、なんで歩けないんだろうっていう、うん、そのなんていうのかな、その一番最初の変化から、うん、こうなんか手があったかいですねとか、なんか声かけ合うとなんかすごくいいですねとかっていう、こう反応を聞いたりして、あ、見えるってこういうことかもしれない、なんか言葉にはちょっとよく表せないんだけど、はいはい、なんかね、その感覚がちょっと覗けた、なんか、うん、なんかうまく言えないんですけど、考えてきたんだけどな、おかしいなそうそうそう、なんか本当にその驚きと感動、その2つ、カキが言ってくれた心の変化と体の戸惑いと慣れみたいなところがこう徐々に合わさっていくところが面白かったんですね。うん、確かに僕は中東失明で昔見えてたので、うんうん、はい、やっぱり頭の中に
見えた時の映像をこうリンクさせながら空間を把握するんですけど、うんうん、多分はあちゃんは物心ついた時から、まあ、見えていない分その当たり前のようにそれを行ったわけですよね。そうですね、うん、でそれを見える人たちが体験を通してその気づきをフィードバックするとはあちゃんはあこれが見えてる人の感覚なんだっていうことが分かったっていう感じ。そうですね、はい、さすがです。師匠、はい、師匠さすがです。以上勝島分析でした。ありがとうございます。もうね支離滅裂だからね、もうこうやって助けてくださいね。ありがとうございます。はい、任せてください。じゃあですね、ちょっと親分たちに登場していただけますか。そうですね、はい、我が社が誇る、我が社が誇る代表お二人、代表お二人はい、一般社団法人ダイアローグジャパンソサエティ代表理事の志村清江さん、そしてダイアログインザダークジャパン代表の志村慎介さん、ね、ご夫妻なんですけども、ご登場いただきたいと思います。おはようございます。おはようございま す, おはようございます。お忙しい中ありがとうございます。なんでもないです。もうだいぶ笑ってます。すごくいいですね。もうこんな感じでゆるくお届けしております毎週ね、はい、すごい幸せな土曜日だよね朝からね。はっちゃんのいやー嬉しいです、そう言っていただけて。そうそう、それで早速なんですけどしんすけさんにお尋ねしたいんですけどね、はい、しんすけさんが、一番最初にこうダイアログと出会ったきっかけをですね、はい、教えていただければと思うんですけど、はい、じゃあ手短に話したいと思います、はい。このダイアログインザダークって実は1989年ドイツで生まれたんですけど、私がこのプロジェクトを知ったのは、1993年の4月27日のですね、日経新聞の小さな囲み記事でした。5センチ ×10 センチぐらいの海外トピックス、ウィーン発の海外トピックスで自然史博物館を真っ暗にして、普段は見せる美術館を何にも見えない状態にし、その中にその街とかその自然のしつらいを作りながら、最後には暗闇のそのカフェがあるということを、まあ、新聞で知りました。この時もう本当に驚いて、美術館って見せるものだろうと思ってたところ、何も見せない、そしてそれを案内するのは学芸員じゃなくて目を普段から使ってない人が、まあ、案内する。まあそうか、日本ではまだバブルの、まあ、後期の頃でしたから、はい、自分が得するみたいな話がある中で、うん、あこういう目に見えない付加価値みたいなものをやり取りするような仕組みがですね、もうヨーロッパでは成熟してあるんだなっていうことに驚いたんですね。ですぐさま日経新聞に電話をして、はい、これを開発したドイツ人のアンドレス・ハイネッケっていう人の住所を聞きまして、はい、手紙を書いて今に至ってます。はあ、でもその小さい記事をこう読み飛ばさずによく見つけられましたよね。なんだっていう、そう、人生ってたまたまのことが多くてたまたまだったんですけど、そういうふうにそれから30年、まあ飽き性な自分がこだわってるっていうのは凄まじいことで、なんか人生が変わっていくチャンスってそういうなんか大それたことじゃなくて、ほんの手を伸ばした先にそのチャンスがいろいろあるんだな。だからこれ番組終わって、番組中もそうかもしれないけれども、ふっとそういうふうに出会うことがあると思うので、でも忘れがちなんですよね。普段そういうチャンスがいっぱい世の中に隠れてる、それもディテールの些細の中に隠れてるっていうことを忘れがちなので、いつもその新聞って持つようにしてて、
ちょっと今日はボロボロのものなんですけど、お見せいただける。はい。こういう、見えますか皆さん。見えます見えますよ、見えますよ。はい。へー。見えない。ね、使って、ない方には、まあ、5センチかける10センチぐらいの本当に小さな箱の生地なんですけど。うん。タイトルだけ。タイトルだけ。はぁ。ボロボロだ。ウィーン。初体験で、はい。ポツダムで闇の世界体験。うんうん。書いてですね。なるほど。で、しんすけさんは、闇の世界体験に行かれたんですよね。そう、それでね、30年前、暗闇のイベントって、日本ではお化け屋敷しかなくて。そうですね。さっき、はーちゃんとかガッキーが言ってくれた、人があったかいとかね、そういう、こういう経験によって人がこう、いい方に変化していくっていうことではなくて、怖がらせるとか、ね、うん、ドキドキするとか、そういうふうに暗闇を使ってたことしかなかったので、はい。ダイアログインザダークって言っても誰もわからず、うん、でも周りの人に、これ日本でやろうよって言い続けたんですけど、うんうん、なかなかそれが伝わらず、はい。それで一度、これはそうだ、体験しないとわかんないんだと思って、うん、たまたまローマでやってる時があったので、うん、ローマまで行って、うん、体験したんですよね、1995年に。で、頭では暗闇だってわかってたんだけれども、はい、なんとイタリアのローマの中に、まあ入って、ヤルギザダークの中に入っていくと真っ暗なんですよね。あ真っ暗、思ってたのと全然違うみたいな。思ってたより真っ暗。何も見えない。でね、うん、当然日本語しかできない自分は、はい、イタリア語なんですよ、向こうで。うん、アテンドたちが喋ってるのは。はい。それで、何言ってるか分かんなくて、なんと真っ暗の中で迷子になりまして。怖っ出口も分からず、はい、入り口も分からず、はい、で、イタリアの場合は複数のチームが同時に入ってるので、なんだかんだか分からず、暗闇の中で迷子になりまして、そうすると、うん、自分の隣にスーッとある人が来て、はい、助けてくれたんですね、こっちだよって。多分、イタリア語で。はい、で、あ、そうか、すごいな、イタリアのこの仕組みって、うん、暗いところでも見える暗視ゴーグルのようなメガネをつけたスタッフが、うん、迷子は救ってくれるんだと思って、うん、すごいぞこれはと思ってで、カフェでお茶とか飲みながら、はい、外へ出て行ったら当然その救ってくれた人は、はい、視覚障害者の人だったんですよね、うんうんうん、頭で分かってたのにうわぁこんなに中で動けるのは見えてるに違いないって錯覚をして、こういう風に頭で分かることと体で分かるって全く違うんだなっていうことをその時知り、はい、で、イタリアから一目散で帰って、はい、やっぱりこれ面白いよって言って、誰に言おうかなと思ったんですけど、はい、そうだ、ある人がいるっていうので、思いつきまして、はい、それがこの隣にいる杉村清江さんでありました。はい、そっからの話は自分よりも、そうですね、はい、この人だと思った理由もいろいろあるんですけど、はい、ちょっと本人にその時のこととかを聞いてみるといいかもしれない。はい、はい、バトンタッチします。バトンタッチ。はい、ではバトンタッチされました。私はその頃はセラピストをしてたんですね。うん、メンタルのトラブルだったりとか、はい、あと、祈願の方のターミナルケアっていうのをしてたんです。うん、で、当時、志村慎介ではなくて、志村、金井慎介さんがやってきて、はい、で、囲み記事を見せてくれて、はい、こんなことをドイツでやってるんだけど、うん、世界に広げたいって発案者を持ってるんだってっていうのを。で、僕が日本で広げていきたいんだ。どう思う？っていうふうに言われたんですよ。はい。私は、
セラピストってね、いいんじゃないってのうまいんですよね。あのほら、人に勇気づけるとかそういうのね。で、私は、いいんじゃない、頑張ってくださいって言ったんですよ。あの、はい、あくまでも、しんすけさんに、まだまだ全然遠い存在でしてください。そうそう、そしたら、ある時に、それから1年ぐらい経ってからだったのかな、なんか、うちの最寄り駅から電話かかってきて、はい。で、ひよりさん、今からそちら行ってもいいですかって。で、うち、その頃、まあ、冬休みで患者さんもいなくて、はい、今だったらいいですよって言ったんです。うん、で、かなえさん一人で来るのかと思ったら、うん、25人ぐらいの人を連れて来たんです。いきなりね。で、なんだろうと思って、まったりいっぱいになっちゃって、はい、そしたら、はい、この方が、エリートタークのリーダーですって言って紹介されたのが私だったんですよ。聞いてないよ、みたいな。全然聞いてないんだけど、みたいな。どういうことだと思ったんですけど、セラピストって笑顔得意なんですよ。それでなんか、こんにちは、とか言って、皆さん、はじめましてって言ったら、はい、笑顔と声で、リーダーだと思われちゃって、うん、もう抜き差しならない感じになっちゃったんですね。まんまって言われちゃったんですけど、その金井さんに対して。それからまた、随分時間が経ったんです、その間に、本当は、部屋になる会場ってなかなかなくて、場所貸してくれないんですね、って言いたいって言っても。それで、なかなかそれから数年経って、またまた少しくらって時間がかかったんだけど、あっと自然やってきて、小林さんが車で乗ってくださいって言って、ガッチライト感じで乗っていったら、はい、ここは、ビッグサイトの、展示場で、そこのところにマクレーニング作ってあって、そこでもうそれが当日だったんです。私、だから、ちょっとわかんない、なんだか。それで、あなたはですね、強引な引っ張り込みですね。もう、あなたはここのクレーニングとか出てきたところの、まず最後の部屋って担当ですって出て、何の担当するかわかんないよって言ったら、もう本人いなくなっちゃって、はい、始まっていて、アテンドさんとお客様が出てきたんです、クレームの中から。はい、そしたらその時お客さん何人か泣いてたの。私がどうして泣いてるかわからなくて、うん、その部屋には鉛筆とクレヨンと紙が置いてあって、はい、で気持ちを落ち着けてもらおうと思って、座ってくださいって言って、で、みんなで今日今あったことを私に教えてって言ってで、はい、紙に書いてもらった、皆さんアーティストみたいな暗闇の中を、鮮明な色で、鮮やかな色で、書くんですよ。暗闇の中に、うんうん。で、自分が見えていた景色とか、書いたりとかして、はい、でも何人かは数名泣いていただけない。で、泣いてるのってことをアテンドの人に聞いてみたら、その人は僕もわかんないんだよって。で、暗闇に入って僕が案内したら、泣き始めて、怖かったのかなって言うから、見てみようって言って、どうして泣いてるんですかって言ったら、感動して泣いていますって、僕が言ってたんですね。どうして感動してるのって言ったら、人って素敵だなって思ったって、ちょっと温かいなって思ったって言ったんですね。はい、ある大学生が、私が大学に地方から出てきたんだけれども、毎朝ラッシュに乗って、引き押されて、ビジティスクラッタイとかしてるうちに、だんだん人のこと嫌いになってきちゃって、はい、で、アパートに住んでいても、この近所も知らないし、お金が言っても、言葉も交わせないし、東京って嫌な街だなって言われてるのが本当だと思ってたんです。で、今日もここに来るときに、全然知らないおじさんに、押されちゃって、その時自分が初めて人に対して悪い言葉を心の中で発しちゃった。どんなでしたかって言ったら、死ねよって思ってあって。はいはいはい、そんな自分の言葉に自分は嫌になっちゃって、うん、そのこのましては、自分が壊れてしまうと思ったんだけど、今日悔やみに入ってみたら、同じように人とぶつかったんですって。見えなかったら皆さん、ぶつかってしまうけど、でもその時に人とぶつかって、あ、人とぶつかってよかったって、
でもその人もおじさんだったんだけどって、まあ、同じ会の人で僕のことかなって感じで、その方に、僕、その人は、ぶつかってごめんねっていうふうに言ってくれたんだって。ぶつかってくれてありがとうって思ったと思います。細いクリアミの中で人と出会ってぶつかって、人ってなんて温かいんだろうと思ったときに、自分のことが嫌いになっちゃった自分を取り戻せたって言ったんですね。そしたら他の人も、私も同じだよって。で、私は、アテンドも私もびっくりして、クリアミの世界ってそんなことだったんだって思ったのが、初めての体験だったんですね。だから、自分を取り戻せる。感性もそうでしょうね。ゴミの匂い嗅いだりとか、水を触ってみたりとか、まあ、中にはビールやカフェで、ビール飲んだりとか、コーヒー飲んだりとかして、みんなで喋り、おしゃべりして、そういうふうなことが自分の五感が広がっていって、人のことも好きだなと思って受けるみたいな。そしたらね、私が、セラピストしている理由って、人が元気になることなんだけど、でも、自分のことが好きって思うのには、だいぶ時間かかるんですよ。そうですね。たった一回の90分の体験で、それができるんだったら、私はそれに全力注いだ方がいいと思って、で、間違えたんだけど、こっからは自分に関わるっていうふうに選択したんです。それが、1999年ですよね。そして今に至るということですか？そうですね。そうね。はい、自分がね、新聞見たの93年だから、初めてできる、たった2日間できるまでに7年を要してしまいました。そうですよね。いやー、今から思うと。そう、暗闇、そんなことをね、お化け屋敷かもしれない、よくわかんないのに、ね、貸せないとかなんかいろいろあったんでしょう、やっぱり。会場を借りたりするのも あるし、当時はクレーニングも危ないし、視覚障害者の人がそんなに人数を集めて、クレーニング案内するってことに対して、やっぱりなんか理解がいなくて、障害者が集まって大丈夫なのかっていうことが、否定されてしまう、会場を貸してくれないっていうふうな時代でしたね。今は全然違うけども。そうですよね。今その当時と今どんな風に変わりました？今どんな風に違います？いや、本質的には何も変わらないんだけれども、はい、初めは例えば暗闇の中に皆さん8人になってグループになって入るわけですけど、あーちゃんとかカッキーが普段使ってる白杖っていう白い杖を持って入っていくんですよね、まあ、こういうイベントするので白い杖を買いたいんですってあるところに行っても、こんなことは許しませんっていう時代で、使用目的が違いますっていう感じだったんですよね。だからしょうがなく一番初めの時は、朝顔の棒を、つるを巻く棒があるんですけど、それを白杖代わりにして入ってきた、そうだったんだ、ような感じなんですけど、はい。今、まあ、二十数年経ってみて、同じ、じゃあ白杖お願いしますって言うと、ああ、ダルビザダックですねっていうふうに、相手からその話をしてもらえるっていうのは、それはやっぱりこの20年で随分変わったと思います。それは、自分たちだけではなくて、関わった人、そして、体験した人がなんとその新聞読んでからもう23万人になっているので、そうですよね、時々カフェとかでダイアログの話してる人にこっそり隣に会うことがあって、はい、お前知ってんのかっていう話を友達同士でやっててなんかすごい面白いなって思います。そうね、はい、T シャツして着てる人もね、誰の T シャツがあるのか、そう、時々ね、着て、ダイアログ T シャツ着て歩いてる方とか見かけます。だから、こう、本当に、二十数年の、活動で、だんだんこう、なんていうの、
メジャーになってきたっていうか、なんかそういう感覚ってあるんですかね。ヨーロッパの方だとね、はい。子供たちの学校の教育で使われてて、例えば小学校4年生ぐらいになってくると、ちょっと違う、人と違うところを、こう、なんか、えいえいってやっていくみたいに、その多様性を認めづらくなる時期があると思うんですけど、そうですね。それに対して学校の先生が教えるんじゃなくて、このダルビッシュ・ザ・ダークに、学級単位で入っていくんですよ。そういうことを日本でも当たり前になったらいいなと思ってて、まあ、それを20年間日本の教育にこれが入ったらいいなと思ってやってきたんですけど、その中で平成28年から佐賀県の山口知事が、じゃあ佐賀県でやってみようよっていうので、3年間でどうでしょう、2000人ぐらいの子供たちが手紙の中に入り、アテンドの皆さんと一緒に遊んだんですけど、前後でアンケートを取ると、人を信頼するとかね、こう自己を肯定する自己肯定感っていうのがぐぐっと上がることが分かって、わあ、すごいなぁとだんだん思いつつ、この佐賀でやったことを、この夏にダルグミュージアムっていうのを東京竹芝に作っていくので、そこではより多くの子供たちが当たり前のように体験できたらいいなと思って、今、みんなで頑張ってます。大人も。そうですね、本当に私の夢でもあります。自分の子供たち、周りの子供たち、あとね、もちろん親御さんとか先生たちとかみんなに体験してほしいんだけど、その校外学習みたいな感じでわーっとね、来てもらえたら嬉しいなーっていうふうに、思っています。世代間が変わる中で体験できていいですよね。そうですね。年を重ねた方たちの知恵が、子供が逆にお父さんを助けてくれるみたいな走れるとか、でもすごくその子供のおじいちゃんが、もっと冷静で、見てるとか、いろんなことが発見できる。それがいいな、普段ではできなかったことも、できちゃったりしますよね、クレームの中って。そうですね。なんかお話聞いて、ほっこりしたっていうか なんかね、今こうやってお話聞くだけでも、すごく私自身は幸せな気持ちになったんですけど、カッキー？はい、何でしょうか。カッキーは何か、しんすけさんとかきよえさんに聞いてみたいことある？僕、聞いてみたいというか、僕が今、しんすけさんときよえさんのお話を聞いて感じたことをちょっとお話ししたいなと思ってぜたんひですぜけど、ひ。しんすけさんが最初に1993年にこの記事を読んで始められたって、まあ、毎回僕も何度か聞いたことあるんですけど、もうしんすけさんは、なんかもともとそういったアンテナの張った方で、人とは違う価値観を持ってる人なのかなと思ってたんですよ。でも、ダイアログインザダークのジャパンの創始者でありますからね。でも今の話聞いて、なんかどこかで、その、なんだっけ、暗闇でも見えるような眼鏡をかけてるんじゃないかとか、カメラがついてるんじゃないかっていうのは、僕が、アテンドガイドしたお客さんと同じことを言ってるっていうのが、面白かったなって。あ、新生さんも普通の人なんだって思いました。私もそう思った。結構うがった見方をするお客さんもいて、まあ、それはそれで最近面白いんですけれども、もうそういう方のまた、なんか意見って、確かにその意見も確かな話ですよね。そうですね。いや、すごく面白かったです。ありがとうございまありす。がとうございます。じゃあ、ここでずっとね、おしゃべりしてきましたので、小休止。365日の紙飛行機をやりたいと思いますけど、一口お水を飲ませてください。
では、皆さんも一緒に歌ってください。あら、いきます。
しんすけさんときよえさんから、ご視聴くださってる皆様にちょっと一言ずつお願いできますか？はい、ありがとうございました。今日朝から。こんな感じでですね、始まったダイアリーザダークなんですけど、おかげさまで、今、21年が経ちました。そして、3月以降、いきなりコロナがやってまいりまして、自粛のため、今、日本では、このダイアリーザダークが、どこでも、東京、大阪、どこも今、閉じてます。先ほど話したように、こういう子供たちが当たり前に体験できるダイアリーザダークが、こういうコロナで消滅してしまう、そして存続の危機に実は今あるわけですが、ぜひとも、残して、それは自分たちのためだけではなくて、この社会のために、こういった人が対等に出会う、そしてその可能性を、お互い感じ合って、日常生活がより豊かに、そして合理的配慮のある新しい生活様式に変わるために、このダイアログを残したいと思ってるんですけど、何しろ、クライミングができないと、売り上げが全然ないので、今、実はふるさと納税とか、寄付を皆さんから募っております。多くの方からご支援いただきながら、なんとか続けていきたいと思ってますので、どうかよろしくお願いします。チャットの方にもそのメッセージを流させていただきますので、ご協力いただける方はどうかよろしくお願いします。この場って今はダーク、目が見えない人たちと一緒に仕事をしてるんですけれども、それが仲間が増えてきまして、ダイアルインサイレンスといえば、今度は聞こえない方たちと一緒に聞こえない空間を楽しむ、そのようなことも一緒にしています。で、ミュージアムでは見えない人、聞こえない人、そして70歳以上の知恵を持つご高齢者の方たちに活躍できる3つを準備しようとしています。うまくいったら今年の8月、ただ私たちがもしかして走りきれなかったら、これも本当に志ながら止まってしまうんですが、でもそうじゃなく、こういうふうなチャレンジを障害のある人たちと共にやっていきたいな。本当は障害ではなくて、障害って本人たちの障害ではなくて、社会がそれを作っていってしまってるんですよね。そうではなくて、みんなで工夫しながら生きやすくて、暮らしやすくて、そしてどんな人とも活躍できる場ができたらいいなと思ってます。そういうところが見えることを願って今続けています。もしよかったら皆さんも私たちの仲間になっていただければ嬉しいなと思っていますので、どうかお聞きくださった皆様、私たちと一緒になってこういうふうなものもあるんだよってことを伝えていただければ嬉しいです。今日はすごい楽しい時間でした。朝から本当に皆さんとお会いできてありがたかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。カッキーも何か一言お願いします。本当に話足りなくて、これからこの20年です間、ね。ね、いろんなドラマはきっとあったと思うんですそうね、このダイそアログインスタークは。う。あとそう2い時う、間ぐらい欲しいね。そうですね、スペシャル番組を持ってきたら面白いかなと思います。あと僕はまた多分ひょっこり何度も来ると思いますので まあ、コメントは少し短めにさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はね、柿島光晴さん、そして志村慎介さん、志村清江さんにご登場いただきました。なんかちょっとトーク番組みたいな感じになりましたけど、たまにはこういうのもいいじゃないですか。ね。ぜひね、また遊びに来ていただいて、今度は皆さんと双方向でね、お話できたらいいなっていうふうに思っています。これからもよろしくお願いします。では今日も最後の曲になりました。私のオリジナル曲、ね、今日聴いてくださった皆さん、そしてゲストの皆さん、皆さんに
ありがとうの気持ちを込めて歌いたいと思います。ではまた次回お会いできる時までお元気でお過ごしください。ありがとう、聞いてください。ありがとうございました。